おはようございます。キャプテン山本です。今回はですね、キャバクラ嬢の口説き方ということで喋っていこうと思うんですけど、こういう質問来たんでちょっと答えようと思うんですけど、基本的に僕キャバクラで働いてたことあるんでわかるんですけど、ポイントは本当に一つだけですね。でこのポイントをもう本当に抑えてる人っていうのが100人いたら2人とか1人なんですよね、ということはこのポイントを知ってるか知らないかでもう本当に口説けるか口説けないかっていうのが変わってくるんですね。はい。で基本的にキャバクラ嬢とセックスをしている人っていうのはそのポイントを抑えてます。ポイントを抑えてる。だから100人いたら1人とか2人がセックスができると、そういう人に群がってくるわけですね。はい。でそのポイントを知らなければどうなるかというと、全然ダメなことというか、NG 行為というか本当にドン引きされてただ終わる、ただただお客さんとして終わるということになってしまいますので、今回の話を聞いていただきたいんですけど、はい。でそのポイントっていうのは何かっていうと、口説かないことということですね。口説かないことってじゃあどういうことかって、おいふざけんなよって、口説く方法を教えるって言ってるのに口説かないってどういうことかだよっていうふうにね、本当に怒り出す人も、いないと思うんですけど、もうちょっとなんていうのかな、こうな何それみたいな感じになってると思うんですね。じゃあこれ、説明すると、基本的にキャバクラに来る人っていうのはもう口説き目的で来るというか、いや違うよってみんなと騒ぐのが楽しいんだよっていう人もいるんですけど、っていうごまかす人もいるんですけど、結局その男が求めてるっていうのはセックスなんで、なんでかっていうとそもそもそういう目的じゃなければキャバクラに行かないはずなんですよ。っていうのはだって高いじゃないですか。そうだから絶対そういうどっかに気持ちがあるんですね。そうでこれは接待とかで行ってる人もあわよくばっていうふうに思ってるんですよ。僕は結構男の下心を 見るのがかなりなんていうんですかね、分かるんで、それはちょっとなんていうんですか、ちょっとスピリチュアル的なことになっちゃうんで あんまり言わないんですけど、キャバクラのお客さんとか見たりとか、キャバクラで働いてる彼女がいたりとか、そこで働いてましたから僕も分かるんですよね。本当にいかに男がスケベかっていうことなんです。で、みんなやっぱ口説きにかかるんで、しかももうあからさまに最初初回っていうのは1回目に来た時にも どっか行こうよとか、なんかドライブ好きじゃあ行こうみたいな、もうドライブ好きとかって言ってる時点でもうその行こうとしてるのが見え見えなんですよ。そうでほとんどの人がそういう感じなんで、もう飽き飽きしてるんですよね。もうみんなもう攻めすぎなんですよ。攻めすぎっていうか、逆に考えれば分かりますよね。自分がすっごい可愛い女の子になったとして、魂を抜いてその魂をその可愛い女の子に入れたとして、おっさんとかから何やらかもうめちゃくちゃ言われるんですよ。いつもなんか毎回言われるんですよね。何々番号教えてよとか、なんかなんじゃないっつって毎回言われてる。もう嫌ですよね。そう、よっぽどね、なんかなんですかね、キムタクとかわかんないですけど、例えば好きなねバンドのボーカルの子が来たとか、そういうことだったら別ですよ。とかなんかわかんないです、なんか芸能人が来たとか、エグザイルのアツシが来たとかだったらわかんないですけど、普通の人はだからそういう口説いても無理なんですよ。っていうか口説くから無理なんですよ、逆に言えば。そうだからそこでは一切口説かないっていうことです。そう、口説かないと、要は向こうは仕事ですから、向こうからアプローチ来ますんで、はい、そうしたら乗ってあげるということですね。はい、そういうことです。でもう向こうから来ないようであれば、それはちょっと残酷な言い方になるんですけど、魅力がないんですよ。だってなんか仕事でやってるわけですよね。はい、だから基本的に合コンとは違って攻めてくるはずなんですよ、ある程度その基礎ができていればというかね、その話が興味が湧けばね。そうで、それで向こうが来ないってことは完全にその男の方に魅力がないからなんですよね。お客にもしたくないってことなんですよ。そうだから本当に、まず口説かないだけで、本当にあれこの人何なんだろうって思って興味は、湧いて絶対何らかのアプローチというかね、それは、好き好きビームみたいなことではないですよ。単純になんか向こうから質問が来たりとかするんで、そうただ単純に、その楽しませるというか、そういうことですね。口説かずにその場を楽しませるというような、だから接待する感じですよ、逆に。そうという感じで、接するということですね。口説かないっていうのがまず本当に鉄則なんで、はい、そういうふうにしてください。はい、いかがでしたでしょうか。以上、山本でした。ありがとうございます。